YouTube をご覧の皆様こんばんはこんばんば10月27日投開票の第50回衆議院選挙に向けたネット討論会の時間です本日司会兼ファシリテーターを務めます公益社団法人東京青年会議所、えー、中野区委員会高山聡と申しますどうぞよろしくお願いいたしますただいまこちらの会場には4名の候補者に来ていただいております 本日の座席及び紹介の順番は画面向かって左より届け出順とさせていただきましたなお継承につきましては3で統一をさせていただきますあらかじめご了承くださいそれでは選挙戦の大変お忙しい中にもかかわらず本討論会の趣旨をご理解いただきご参加いただいた候補者の皆様を早速紹介させていただきますそれでは石倉さんよりよろしくお願いいたします 関係者各社様えー、と、まあこの場をまずはいただきましてありがとうございますえ無所属26歳石倉康次郎ですえ無所属と聞くとまあ当選してどこかに暗がりするんじゃないかとそう懸念する方いるかもしれないんですけどここで断言します私は無所属で戦い続けるとそういう意思がありますで、今回の選挙費用全て私自身が23歳から 必死にコツコツ貯めたお金を使っています、えー。企業であったり個人からの寄付は全く受けていません。なので誰からの影響も受けない,とい、えー。正真正銘の無所属です。よろしくお願いします。えすみません誠に申し訳ございません、えー。まずですね、ちょっと私の方からご紹介をさせていただかなければいけないところ。大変申し訳ございました。緊張のあまり、えー、間違えておりました。えー、まずですね、えー、左から参ります、えー。失礼いたしました。石倉康郎さんです。 続きまして島明さんです、長長明ささんんんでですす大変失礼いたしました申ししままま申訳ございません続きまして石川芽子さん、続きまして、黒崎祐一さん、よろしくお願いします。候補者の皆様、お忙しい中、お越しいただきまして、誠にありがとうございます。今回の討論会実施にあたり、候補者の皆様には事前に質問票をお送りし、視聴者の皆様が政策を比較できるように一覧にしております。 概要欄ににリンクがごございいいいままますすののでぜひご覧くだだささ、えー、続ききしててて本討論会の趣旨について述べさせていただきます、えー、選挙において有権者があ投票に行かない理由の一つに候補者間の政策の違いが分かりにくいという点が挙げられています。よって本日のネット討論会を通じて有権者の皆様に候補者の方々の政策の違いを分かりやすくお届けしたいと思います。 発言は公平を期すため時間制限がございます。発言ごとの時間制限につきましては、その都度私からあらかじめご説明をさせていただきます。発言終了時間15秒前にベルを1回。発言終了時間にはベルを2回鳴らしますので、発言を直ちに終了してください。回答順に関しましても公平を期すため、例えば石倉さんから始めた場合、 石倉さん長妻さんといきますけれども次の質問に関しましては長妻さんからスタートさせていただきまして長妻さん石川さんという順番で回させていただきますまた今回は共通質問クロストークの時間も設けさせていただいておりますこれらの場合には指名した方からご発言いただくようお願いいたします、はい、大変失礼いたしましたそれでは改めまして自己紹介をお一人一分でお願いいたします えー、石倉さんよろしくお願いいたしますはい、えー、まあ先ほども述べたこともう一回同じことを言います、えー、無所属26歳石倉康二郎です、えー、無所属と聞くとあの当選後どこかに蔵替えするんじゃないかとそう懸念されている方いるかもしれませんがここで断言します、えー、私は無所属として、えー、戦い続けるとその意志があります、えー、そして今回の選挙費用まあ 選挙,えー、選挙にかなりお金かかるんですけども、えー、それはすべて23歳から私が社会人になってコツコツ貯めたお金のみを使用しています。なので、えー、企業からの寄付であったり、個人の寄付は全く受けていません。なので、えーまあ、企業の影響であったりってものは受けないので、まあ、正真正銘の無所属です。よろしくお願いします。ありがとうございます。次は長妻昭さん、お願いいたします。えー、まず こういう場を JC の皆さんはじめ設けていただきまして本当に感謝を申し上げます自己紹介ということで私自身は初めは NEC のサラリーマン営業マンとして社会人生活スタートしましてその後日経ビジネスという雑誌の記者をしておりましたその時に不良債権問題が起こってバブル崩壊の時 その時当時大蔵省を取材した時の衝撃が政治家を目指したきっかけとなりました、まあ、我々は不良債権問題を取材してたんですが大蔵省の人たちは不良債権なんていうのは金利をゼロにしてミニバブルを起こせば一気に塩漬けの土地を売り抜けさせてすぐ解決する、まあ、こういう時代錯誤の話があってそれじゃダメだということで政治を志したわけであります。 長妻明立憲民主党公認候補として今活動しております。よろしくお願いします。ありがとうございます。次は石川恵子さんよろしくお願いいたします。はい、あの私石川恵子と申します。賛成党公認でございます。現在は41歳です。一人娘がおりましてシングルマザーとして子育てを頑張っています。でっと現役の会社員でございます。 IT 企業、ずっと勤めておりまして、4社経験しておりまして、今4社目で今も働いております。私、ベンチャー企業、ブラック企業、そして大企業、すべて経験しておりますので、会社員の皆様の気持ち、すごく私、分かると自負をしております。今日はこういった機会をいただき、ありがとうございます。メンバーの皆様と お話ができること本当に楽しみにしておりました。大変緊張しておりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。では続きまして、黒崎雄一さんお願いいたします。皆さんこんばんは。 自民党公認公明党推薦の黒崎祐一です。今日はこういう場を作っていただきまして、本当にありがとうございます。私黒崎祐一は四十七歳、明大中の明治大学でラグビー一筋。やってまいりました。そして、総合商社鉄鋼部門に十五年サラリーマン経験をして。地方議員、区議会議員として八年、地域とともに向かい合ってきました。そして昨年、この重三十減の中で、新しく選挙区の区割りが決まり。黒崎祐一公募で。 新人として今回チャレンジを初挑戦させていただきます現場目線そして地域目線の政治をいかに実現をしていくか政治は結果だと思っておりますぜひ皆さん黒崎一に呼吸を使っていただいてこの中野のために杉並のために働いていくようにしっかりと頑張っていきたいと思いますので今日はよろしくお願いいたしますありがとうございますありがとうございます続きまして今回の選挙への意気込みをお一人一分でお願いいたします 次はですね最初は長妻明さんからお願いいたしますまあ私はですね今回の選挙の最大の争点は金に汚い政治を終わらせるのか終わらせないのかということにあるというふうに思ってます皆さんが払った税金や社会保険料これを集めてどこにいくら使うのかこの配分をするのが政治の基本なんですがその配分がですね金の力で歪められているつまり パーティー券をたくさん買ってくれるところあるいは企業団体献金をたくさんもらえるところに皆さんから集めた税金や社会保険料がそれ作られた予算が重点配分されるとこういうおかしなバカな政治が今も続いてます、まあ、この金券政治というものですけれどもこの裏金の問題というのは氷山の一角でその水面下にはです、ね、皆さんの税金や社会保険料を食い物にするこういう仕組みがあります。企業団体献金を全面禁止する これを訴えて政治をきれいにしていきたいというふうに思ってます。ありがとうございます。次は石川明子さんお願いいたします。はい、の私石川明子の今回の選挙の意気込みですが、参政党参政党を知っていただきたいと。 強く思ってておりまます賛成党4年年前前ににいたしまして2年前に国政政党となりました国政政党となったんですがなぜか今回各メディア党首討論ほとんど呼ばれておりませんなぜこんなことが起きているのでしょうかそういったこと本当に賛成党はメディアの変更報道そういったこと本当に疑問に思って 強く訴えておりますそして皆さんに1人でも多く参政党を知っていただいて、参政党が訴えることを知っていただきたい、今、日本、本当に危機的な状況だということを、1人でも多くの国民に気づいていただいて、そして政治に興味をもらって、一人一人が日本のこと、日本の未来のことについて考えていきたい、そういった選挙にしたいと思っておりますありがとうございます。 次は黒崎雄一さんお願いいたします失礼しました今回の選挙戦は若い力で変えるをスローガンに野党のエースにチャレンジャーとして挑む選挙戦であります朝は駅に立ちそして昼はポスターを貼って夕方はマイクを握りそして夜は集会を開き土日はイベントを祭り行事に伺って地域の皆さんに この中のそして杉並の未来についてご期待を寄せていただいてますただ一方で様々な課題もあります問題もありますそういったことを選択肢を私は提示をして国政として何ができるか皆さんたちに訴えていく中でそれを国の地域の皆さんに選んでいただき選んでいただいた選択肢を 全力で一日も早く実現する、そういったスピーディーがある。そして、デジタルの時代、オープンで透明性がある。この政治を前に進めていきたい、いきたいと思っております。共にこの国、そして中野杉並を変えていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。えー、次は石倉浩二さん、お願いいたします。まあ、数十年後には生きていない。まあ、年配の。まあ、政治家さんたちがですね。 目先の金と50年後の未来どっちを選びますかとそういった時に私はどうしても、まあ、目先の利益を取るんじゃないかということを懸念します、えー、死んだ後のことなんていうのは次の世代がいやどうせうまい具合にやってくれるだろうとそんな無責任な、えー、選択をするんじゃないかと本当に私は懸念しているだが、えー、ただ私はですねまだ20代とまだ50年後60年後全然生きてます なので誰よりも真剣にまあ未来この日本の未来を考えて行動し選択することができると思っています。以上です。皆様ありがとうございました。それではですね、えー、共通質問に移りたいと思いますがその前にですね YouTube をご視聴の皆様にお伝えしたいことがございます。今回のネット討論会のアンケートへのリンクを 概要欄に表示しております今後討論会をどのように行っていくかなど私たちの活動への参考にさせてください番組概要欄にもリンクがございますのでぜひお答えいただけますと幸いですそれでは共通質問に移らさせていただきますこれからあげる質問につきましてお一人2分でお聞かせいただきたいと思います一つ目のテーマ 政党から公認推薦を受けている方はその政党に所属した理由もしくはどのような点に共感し政党から推薦を受けたかを、えー、無所属で推薦政党のない候補者は政党の公認や推薦を受けなかった理由について教えてくださいという質問でございますこちらはまずは石川芽子さんより2分でお願いいたします はい。私、参政党に所属している理由ですが、私、日本が大好きなんです。日本が大好き。そして、その参政党が誰よりも、どの党よりも日本のことを考えていると、日本の未来のことを考えていると、そう実感できたから、私は参政党に所属をしております。そもそも参政党に入ったのが、2年前ですかね。2年前の3月頃になります。 そして、参政党、その時ちょうどちょうどコロナのパンデミックの頃でした、コロナのパンデミックの頃本当に私、世の中がどうしちゃったんだろうって思ったんですね、どうしちゃったんだろうって思った、その時一番冷静で、一番冷静に回答しているのが、対応しているのが参政党だったんです。で、私の考え、私が思っていること、とても参政党と同じだった。 そのため、私は参政党で活動していくことを決めて今ここにおりますで今本当に参政党に入党いたしましてメディアって本当のこと全然言わないんだな政治家って嘘ばっかりなんだな国が言うこと全部正しいって思ってたそれ間違ってたそういうことを気づきました、えっと、こういったことを一人でも多くの人に知っていただきたいそういった思いでこの参政党で活動をしております 本当に賛成党は、利権団体とか、そういったバック、宗教団体が裏についていたりとか、そういったことは一切ないんです。企業献金ももちろん最初から受け取っておりません。すべて個人の寄付で、個人の寄付で、今回も全国に94名の候補者、擁立しております。どうか皆様、賛成党のこと、一人でも多くの人に知っていただきたい、活躍をしていただきたいと、そう思っております。 ありがとうございますでは次にですね黒崎雄一さんお願いいたしますはい自由民主党は国民に最も開かれた政党であります新人黒崎雄一はしがらみがありませんなので私はこの選挙戦においても自民党の悪いところそして変えていかなきゃいけないところそれを声高に皆様方にお訴えをして そして、国会に送っていただく中で、最前線でその役割を果たしていく、その決意で今、選挙戦を戦っております。今、自民党は政治と金の問題、大きな皆様方のご批判をいただいて、政治不信を招いております。そこは素直に反省をしなきゃいけませんし、それを今回の選挙戦でしっかりと皆さんにお訴えをして、一人一人が勝ち上がっていって、国民の信託、そして地域の信託を受けていかなければいけません。 私、黒崎一は新人です、しがらみや汚れはありません。ただ、地域に開かれた政党、そして国民目線の政党、国民のために政治はあるという立党の原点に立ち戻って、これから私たちはこの経済成長、いかにデフレを脱却させて、そしてこの国の未来、安全保障、外交も含めた舵取りをぜひとも再び担わせていただかなければいけない、責任感に燃えております。 さまざまな旧態依然としたそして制度疲労を起こしているこの,しのこの国のシステムをしっかりと変えていくには若い力が必要です新しい力が必要ですそういったことをぜひ黒崎内にお任せをいただき若い力で国を変えていくそしてこの中禍の杉並みの問題課題を 超速でスピード感を持って変えていくそういったことを政権与党としてしっかり果たしていく実行力実現力を皆さん方に今訴えているところであります自民党は変わります少なくとも私たち若い力新しい力が国の国をそして自民党を変えていきますどうかご期待をいただきますようお願いを申し上げますありがとうございます次は石倉幸次郎さんお願いいたします 石倉二郎無所属です政党、まあ、に所属すると自分自身の信念を曲げることがあると、まあ、当然ですけども政党、まあの意見と一部一部、まあ、部分的には一致する考えっていうのは当然あるかもしれないんですけど全部が全部一致するなんてことはほとんど稀だと私は思ってます、まあ、本音と違うことを発言してまで政党に所属することがいいことだと私は思っていません まあ正直なこと言って、まあ、全国の政治家に対して、まあ、本音とは違うようなこともおそらく発言する政治,政治家いると思うんですけどもそれで満足なのと私自身はそう思います、えー、そして、まあ、政党が誰が何を言ったかそんなところは正直どうでもいいと思ってます重要なのは中身政策であってその政策自体が、まあんえー、論理的であって倫理観もあってで筋が通っていれば 私はどことも手を、えー、どことも手を組む予定です、えー、逆に言えばそこが、えー、倫理観がない論理的でないとなった場合はもう絶対的に反対します、えー、無所属の場合はそういった臨機応変といえばいいのか,と言えばいいのかその政策単位で、えー、賛成反対が言えると私は思っているのでそこが、えー、無所属のメリットだと思っています以上です ありがとうございます次は長妻明さんお願いいたしますはい。え私がま立憲民主党という政党から公認を受けている理由なんですが私が考える理念と考え方が一致しているからということです私が目指す社会像というのは全ての人に居場所と出番のある社会を作るとこういうことですで日本の大きな問題は5つあると思っておりまして1つは金に汚い政治 金に歪められる政治二つ目は人権を軽んじる政治三つ目は格差拡大に無頓着な政治四つ目は多様性を認めない政治五つ目は巨大問題を先送りする政治財政の問題気候変動の問題しかりでございます。 まあこの5つの問題を反転すれば日本はもっと良くなると思っていま,ます。今、日本の社会はこの格差が非常に大きくなってどういうご家庭に生まれるかで一人一人のです、ね、受ける教育レベルが変わってくる、まあ、親ガチャという言葉もあります。これを是正するる必要がある そしてもう一つは人権を非常に軽んじる社会特に人権教育というのがあ学校ではほとんどなされてませんだから他人の人権も尊重することがなかなかできないということも起こってくると思っておりますそして多様性選択的夫婦別姓すらですねもう実現できない まあこういうまあ本当に多様性を軽んじる、そして同じ働き方をして、同じ職に就いていても、性別が違うだけで賃金がこれだけ違う、まあ、こういうような国も非常に珍しいわけで、こういう問題を反転させれば、日本はもっと良くなる、まあ、こういう理念に共感をいたしたところです。ありがとうございました続きましした続きて2つ目のテーマ 現在の日本について皆様の認識では一言で言うとどのような状況かそして課題やあるべき姿を実現する方法としてどのような政策を行いますかといった質問についてご質問させていただきまますこちららの質問につきししては黒崎雄一さんから2分でお願いいたします。 はい日本は少子高齢化、人口減少、財政難、インフラ老朽化などの課題がまさに課題先進国として多岐にわたり直面をしている時期にあります。そういった中で、これからの日本をどう切り開いていかなきゃいけないのか、今の課題や問題、今まで先送りされてたものを今回、しっかり向き合って、新しい力、若い力で変えていかなきゃいけないというふうに思っております。そそのの上でその 課題をを解決するためにさまままざなな選択肢を用意していいかけければいけませんその選択肢を用意するためにもこの日本の経済をしっかりと回していかなければいけないこの30年間停滞したデフレの脱却をどう果たしていくかそういったことをこれから国民の皆さんとともにそして私たち自民党は地域目線区民目線の生活をしっかり感じながら 国民の皆さんとともに前に進めていく政策を実現しなければいけません。私は地方自議員出身です。そしてサラリーマンとしても様々な業務を通じて、日本の産業の米と言われる鉄鋼業界の中で、商社マンとして流通を担ってきました。地域の皆さん、中小企業や小,小規模事業者の皆さんの声をしっかりまず現場感をと聞いていく。 その上で、その課題、中野杉並の課題をしっかりと国政の最前線に行って、永田町、自民党の一番前に行って、声高に叫んでいく、そのことで何ができるか、それを私はしっかりとこの中野杉並のために取ってきて、皆さんに提示をしていく。とにかく今もうデジタルの時代です、オープンマインドで、そしてスピードを持って何事も前に進めていく、そういった若い力、ぜひともご期待をいただきたい。 40代働き盛り現役世代黒崎内、皆さんとともに前に進めていきたいと思います。ありがとうございます。次に、石倉工場さんお願いいたします。はい、えー、一言で言うと、日本の未来は明るくないなと。いうのが、まあ、端的な回答です。まあ、現状の日本はですね。食料の自給自足もできない。外国人への土地売買の規制もない。えー、そして核兵器をちらつかせる隣国と。 もうこの日本問題だらけです私はこれに対してですね、まあ、食料自給率を上げるために、米のの生産の見直しをすすべきだと思っています輸出を前提とした米の生産をする、そして外国人の土地売買の規制に対しては、人、そして件数、そして面積、そして用途、まあ、使い方、この4つで規制をかけていくべきだと思っています。 そして侵略戦争であったり核兵器を使われる危機器これに関してはですね今、この日本そして世界に足りないものそれは若者という抑止力だと私は思っていますこのピースが揃わなければ戦争は確実あの戦争が止むことはないと私は思っています外交において侵略戦争をしようとする国核兵器を使おうとする国があるのであればその国の若者が責任を持って止める そんな外交、まあそんな協定を私は掲げたいと思っています。以上です。ありがとうございます。えー、次は長松明さんお願いいたします。まあ端的に言うと国力がどんどん落ち込んで、将来に希望が持てない国になりつつあると、これ深刻です。端的にその状況を表しているのは先進国三十数カ国の中でですね、この三十年日本だけが 物価を上回る賃金上昇がないこういう国になりました我々は一生懸命真面目に長時間働いているのになぜ日本だけなのか分配がおかしいんです会社法の問題もあります企業の利益が配当金あるいは自社株買いあるいは内部留保そこにまず振り向けられて株主還元優先そして残った余りを賃金に回すだから消費も上向かない そしてですね下請けいじめが激しい国なんですね先進国最悪です本来はあこの企業大企業に売るときにですね一定の価格を維持しなきゃいけないのに買い叩かれて本来の価格の半額でですね売っているありさまでありますそして最低賃金も先進国の中で最低レベル、まあ、ある意味ではこの分配が間違っているというふうに思ってますこの分配を正してですね 10年後の飯の飯種を作るとということが日本にとって非常に重要だと思っています。若い人が10年後希望が持てる有望な産業は何なのか私たちはですね GLLD という分野を徹底的に集中投下をしてそして産業を育てると G はグリーン世界一の自然エネルギー立国を打ち立てるそして L はライフゲノム医療これは本当に日本が もう輝く業績を持っているんですが実用化の補助金が先細って抜かれそうです、そして L はローカル、地方の力、そして D はデジタル、デジタルの投資が圧倒的に弱い、労働生産性も上がりません、まあ、こういう将来に展望を持てる産業を育てる、これも重要です。ありががとうございいいまますす、えー、次に石川芽子さんお願いいたします、はいえー、と私が考える、えー 課題といたしましては、なんといっても日本の弱体化です。日本がどん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 弱くなっている。国際競争からどん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 日本だけが置いていかれている。それが最も、最も私が課題だと思っていることでございます。 私18、18年ぐらい前ですかね、ドイツから留学に来ていた男の子とちょっと友達になりまして、その子、言ってたんです、日本高いねって、物価高いねって言ってたんです、しかし今、どうでしょう、たくさん外国人観光客の方、いらっしゃってます、日本がとってもとっても安くなってしまったから。 バーゲンセールみたいな国になってしまったから、日本にこんなに外国人観光客の方いらっしゃってるんです。日本だけが物価がほとんど上がってない。そして給料もほとんど上がっていない。これはもう経済の政策の失敗なんです。経済の政策の失敗。政治の失敗なんです。 そして、また私が考えている課題といたしましては、えー、国民の、国民の危機意識の低さです。国民の危機意識の低さ。こんなに日本、やばい状況なのに、大変な状況なのに、国民のこと、日本のこと考えている国民、本当に少ないんです。それが投票率という、投票率というもので、えー、表されていると思います。私たちの暮らしのこと、私たちの日本のこと、 子どもたちの未来のこと、日本のこと本当にみんなが考えてくれてない。これが私本当に悲しいんです。えー、本当に国民の意識を変えていくこと、これ参政党の参政党の目的でもございます。はい、以上です。ありがとうございます。候補者の皆様ありがとうございました。候補者の皆様の訴えたい政策について直接伺うことができました。 すみません、ここもう再び視聴者の皆様にお知らせです。今回のネット討論会では、アンケートへのリンクを概要欄に表示しております。今後、討論会をどのように行っていくかなど、私たちの活動への参考にさせてください。概要欄にもリンクがございますので、ぜひお答えいただけますと幸いでございます。それでは、ここからは候補者同士によるクロストークに入ってまいります。 ここからのクロストークではテーマごとにまず各候補者に自分の自身の意見をご発言いただきますその後他の候補者への質問タイムといたします各テーマごとに質問は一人一回とさせていただいておりますそれでは早速ですが一つ目のテーマこれまでの国政の振り返りとなります お一人一分でまずはお願いをいたします。はい。最初は石倉康次郎さんにお願いいたします。はい。えっ、ー、とまあ振り国政の振り返りってことなんですけども、まあ二十六歳の私からするとこの今の衰退している国、まあこの日本を作ったのは紛れもなくまあ今のまあ年配の議員であったりベテラン議員だと思ってます。で、そういった方々がですね。 まあ、あの自分たちが日本をまあ腐敗させてくるっ言えばいいですかね。衰退させているっていう中で選挙期間中になったら。もうあたかも被害者かのように。世の中を良くするんだと、日本を良くするんだと。発言するのに、私はすごく違和感を感じています。で、えっと質問は入っていいですかね。まずは一分であのご視聴ということで。あ、じゃあ、よろしくお願いします。すはい。ありがとうございます。 えー、次は長妻明さん、1分でお願いいたしますまあこれまでの国政の振り返りということですが、まあ、日本の政治の最大の問題は、分配がおかしくなっている、その最たるもんが皆様が大変な思いをして払っている税金や社会保険料、これをです、ね、国会議員が配分するんです、与党の議員が配分する、多数決ですから。その時にですね 本当に皆さんの不安を取り除くために配分すりゃいいものをパーティー券売れるとか企業団体献金が集まるとかたった一社で,で、ね、5000万円ポーンと自民党に献金する企業もあるありさまでこれ普通の人は太刀打ちできませんそういう意見がどんどん通る政治が日本をだめにしたこれだけ高い税金や社会保険料を払っているのになんでこんな日本になったんだと配分がおかしい。 私は企業団体献金を受け取らずに活動しております。企業団体献金を禁止するまずそこから始めないと日本は良くならないと思ってます。ありがとうございます。次は石川恵子さん一分でお願いいたします。はいこれまでの国政の振り返りですが本当に政治が政治が本当に悪いなと経済の失敗政治の失敗本当にこれ何十年続けてるんだと。 私たち国民ずっと信じてきたんですいつか良くなるんじゃないかっていつか良くなるんじゃないかって信じてきてたんですしかし今どうでしょうすべて先ほど長妻さんもおっしゃれてました、えー、税金の使い道。これ日本人ファーストじゃないんですよ日本人ファーストじゃないどんどん外国 海外にお金が流れていく、外国にお金が流れていく、そして私たち日本人だけがどん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 貧乏になって、どん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 私たち苦しい思いをしている、これが国政の失敗だと思っております。 はい、これまでは前回の衆議院選から捉えてということで約3年間岸田政権のも下33年ぶりの高水準の賃上げ原発再稼働処理水放出防衛力の強化少子化対策の強化など様々な成果を上げてきたと思っておりますいずれも日本にとって必要な方向性だと思います世界の中の日本のプレゼンスも徐々に高まってきているのが現状です 安倍政権でもでももききなかった決断も数多く下してきててこの国を前に進めております政治資金の問題も政治の信頼回復という点で重要なテーマだと思いますが国会メディアもこの国の省内には関わる骨太の政策論争が後回しになったのはとてもまあ残念だというふうに思います。 それも踏まえて今回新しい皆さんの選挙、選択選挙私たち自民党公明党に再び政権をお任せいただいてさらに強力に前に進めていくようお願いを申し上げますありがとうございますそれではですね今お話しいただいた内容について質問のある方挙手をお願いいたしますなお質問につきましては30秒でお願いいたします えー、各候補者へのご質問ですね。今回今述べられたところにつきましてご質問のある方は挙手をお願いいたします。ではすみません。えー、と早かっと長妻さんお願いいたしますど。どなたへのご質問になりますでしょうか。じゃ黒崎候補へ。まあ日本の問題をルル述べられて私も先ほど申し上げたように日本の最大の経済の問題は。 先進国の中で唯一、この30年間、日本だけが物価を上回る賃金上昇がなかったということなんですが、この理由について、どういう認識を持っておられますかそれでは黒崎さん、1分でご回答をお願いいたします、はい、あの今、ご質問があったとおり、この30年間、低迷をしてきた経済。 成長が滞ったということについては私たち自民党もしっかりと反省をしなきゃいけませんそれが国民の皆さんの感覚であり地域の目線です今回株価が4万円になるアベノミクスの後の岸田政権の経済政策ここをさらに進めていくことで賃金アップ物価上昇を上回る賃上げを実現していくということは多分皆さん政党としてもあすいません ちょっと私が喋っているときに話されるといろいろと組み立てが壊れるんですけどいっ一旦ちょっとご回答ということでお話をいただいている、ね、のということで、間に私が答えればもう時間は経過してるんですか改めましてお願いいたします。 はい、わかりました。えっ、ー、と、今のご質問ですけども、やはり。 私たちはこの生活をしていく中で、100円ショップであったり、牛丼が安く食べれたり、ファーストフードが手に入れやすい価格で食べれたということに慣れてしまっていたということも、実際、生活の中で実感があります。それに比べて、グローバルな経済を見たときに、他国はすでにその先を行っていたと。なので、日本はこれから追いついていかなきゃいけない局面になっています。そこを強力に推進していくことが、今の日本に必要です。 昭和の時代のさまざまな制度が疲弊して今の時代に合わなくなっているそこをどう組み替えて前に進めていくか前に進めるだけじゃなくてスピードアップして実現をしていくことが今お話ご質問があった問題を解決する策だと思っております、はいえっと、ご質問については、えーえー、停滞していた理由というところに関してということで、えー、黒崎あ。なのであ 一般的に言うと、はいはい、インフレが続いてたということですね。はい。え、ご回答して、是インフレが続いてたというところをご回答でございました。はい。え、それでは、えー、他にですね、ご質問のある方、挙手にてお願いいたします。そうですね。先ほど挙げていただきましたえ、シカさん、どなたへのご質問になりますでしょうか。と、黒崎候補に質問させていただきたいです。えっと、えー、まああのまあ黒崎さんの新人なのであの。 まあ直接は関係ないかなと思うんですけどもえっとこれまでやっぱり自公政権ずっと続いてきましてえっとずっとそれで経済が悪くなってきてたんですねでそれでまあこ,れこれからあのまあ自民党を信じて信じてくれって言われてもちょっとあの国民からするともう信じられないなっていう感覚なんですけどまあ具体的にどういった点でまあ信じるに値するのかちょっと聞かせていただきたいなと思います。 それでは黒崎さん、1分でご回答をお願いいたします、はい、今、石川候補のお話、私もとても共感します、私自身も区議会議員、そして招集隊も同じような思いを持ってきました、区議会議員をやって、この地域を変えれるかと、この国を変えれるかというような希望を持って、政治に世界に入ったんですけど、残念ながら、区議会議員とは国政と全く違うレベルの地域に密着した仕事でした。 そして、この国をそしてもっと良くしていかなきゃいけないそんな思いをどう実現するかということで公募でこの地域の選挙区の支部長になって日々、区議会議員そして都議会議員、国会議員が連携してもろもろ前に進めていくと。 いう自民党が本来しなきゃいけない政治、えそれを黒崎雄一がまど真ん中に行って最前線に行って果たさせていただければ、もうこの日本は変わらない、何も進んでいかないという危機感を持って今ま選挙戦に臨んでいるわけであります。現場感をそして突破力をぜひとも黒崎雄一にご期待いただいて実現をさせていただきたいと思っています。はいありがとうございます。えー、それではあ他にご質問のある方。 じゃ、黒崎さん、ええ、三十秒にて、ご質問をお願いいたします。どなたへのご質問になりますでしょうか。長妻候補ですね。はい、いいですか。はい、いい長妻候補に、あの、ご質問です。 企業献金などにより、会社が守られていると、そしてその政治とお金の問題が起きているということですけど、長妻候補の選挙方法では、企業団体献金によって政治が歪みられているというふうに明記されています。一方、長妻候補は個人献金として令和4年、会社役員から1600万円以上、お一人最大100万円の個人献金を受けられていいいますこの件にについてどうおお考えになるかお聞か聞せをたただきたいと思います。 それでは1分でご回答をよろししくお願いします、はい、私たちはです、ね、企業団体献金の弊害というのを問題にしてます特にです、ね、企業献金株式会社が献金するときは当然、利益最大化が株式会社の使命ですから献金するときにどうしても会社の利益は最大にするそういう動機が働いてしまいがち。 だからこそ30年前のリクルート事件の時にですね自民党も含めて企業団体献金を禁止すべきだとそういう議論が出てですねそれで政党助成金というのが入って税金でより多くの政治資金を賄おうとこの時はですね企業団体献金を禁止するのと引き換えにそれを入れようと言ってたのに二重取りで企業団体献金も今、続いている個人献金の弊害も私はゼロとは言いませんけれども これも上限がですね一定程度決まっていてそして株式会社という利益を最大化する目的でない個人ということなのでまだ癒着は防げると思ってますまず企業団体献金禁止なぜしないのか私は疑問ですありがとうございます、えー、それでは、えー、石倉さんもご,ご質問ございました長妻さんに対してなんですけどもまあ今回仮に当選したとして 絶対この日本をよくできるっていう保証はありますか。保証はあります。でこれ政権交代ということなんです。私だけが仮に当選するだけじゃなくて。今ですね。まあ日本の社会はどうしてもその経団連に支えられてる自民党。 ですから巨大業界の目線で予算配分とか法律の手当が全部決まっちゃってるとでこの先進7か国でですねこの10年で政権交代がないのは今や日本だけになりました他の国はですねその立場が政党違いますからどこを代弁するかそれが時々数年おきに変わって風通しが良くなってくるんです今のままだとですね損する人はずっと損しっぱなし得する人はずっと得しっぱなしとこういうことになります。 まあ我々はですね金の力で歪められる政治をなくして皆さんから集めた税金や社会保険料をですね未来の投資のために純粋に特化して使っていくということで日本はもっと良くなる我々は勤勉でこれだけ長時間労働して働いているのになんでこんな落ち込んでるんだとやっぱり政治の分配に問題があるとこういうふうに私たちは考えています。 えっと恐れいいます追加のご質問につきましては三問目にいやあの自由欄を設けておりますのでそちらの方でしていただければそれでございますえー、申し訳ございませんあのかなり白熱してまいりましたが二、えー、つ目のテーマに参りたいと思います二、えー、つのテーマ、えー、日本の未来像となりますこれまでお話しいただいた政策等をもとに日本をどのようにしていくかについてご自身の意見をお願いいたします、えー、お一人一分でお願いいたします。 最初は長妻明さんからお願いいたしますやっぱり日本はですね、一人一人の力が十分発揮できる土壌が整ってないと思って、るんですねやっぱりどんな環境に生まれたとしても、一定の教育が受けられて、もう全員野球で一人一人の持ち味が生きる社会を作れば、日本はもっと良くなるというふうに思ってます。 例えば今年収400万以下,との以下のご家庭だと4年生大学進学率が3割ところが年収が825万円以上のご家庭だと4年生大学進学率が6割ということでもう県民所得と4年生大学進学率もですね比例するような非常にどこに生まれるかで自分の人生が決まるような、まあ、そういう非常に教育格差が大きいと。 教育格差が大きい国は経済が成長しないという O E C D のデータもあります。人への投資を徹底的にやると、これが何よりも重要だというふうに考えています。ありがとうございます。えー、次は石川芽イコさん一分でお願いをいたします。はい、えー、っとそうですね、えー。子どもたちや、えー、若者の、えー、皆様が 夢を持てる希望を持てる日本にしたいとそう思っております今本当に若者の皆様そしてまあ現役世代私と同じ世代皆様本当に今日本に希望が持てない日本に希望が持てない時代になっているんですそれをもう,もう一度日本に希望が持てるそういった未来像にしていきたいそのためには まずは日本経済強くする日本経済強くすることが皆様の希望が持てるそういったことにつながるのではないかと思っておりますそのために参政党はまずは減税と積極財政をやりたいと思っておりますまずは日本経済の復活ですありがとうございます次は黒崎さん一分でお願いいたします はい、きっと明日が良くなるというような社会にしていかなければ今の日本は将来像はもうありません日本はもうへたってしまうその上で頑張った人が報われる社会をどう実現していくかこれが私のミッションでありますでそのためにはビジョンとしてこれからの時代にふさわしい社会をつくり次の世代に引き継ぐ責任を果たしていく デジタルもそうです。そして今まで制度を披露してきたさまざまな昭和のシステムをデジタル、そして今の時代にふさわしい形に私たち40代、働き盛りの現場を支える現場を知ってる実務ができる40代がしっかりと組み替えをして次の世代に引き継ぐ形をしていく私たち40代が今、踏ん張りどころなんです。 先人から引き継いだものを次の世代にしっかり引き継いでいくために、そして日本を成長させるためにこれから頑張ります。若い力で頑張ります。ぜひ皆さん一緒にやっていきましょう。ありがとうございます。えー、次は石倉幸次郎さん、えーはい、よろしくお願いいたします。まあえっ、ー、と私が掲げているまあ政策がまあ通るとすればですね、日本の食料自給率は上昇し、まあ海外の情勢等に左右されない状況になると。 そして外国人からの土地売,外国人への土地売買の規制がになることで国内からの侵略のリスクというのは限りなくゼロになっていくそしてですね、若者という抑止力が誕生することで、まあ、侵略戦争等がゼロになっていくそして規律ある国,な国になっていくと私は思っています,以上ですありがとうございました。 それでは今お話しいただいた内容について、えー、質問のある方挙手をお願いいたします。なお質問につきましては30秒でお願いいたします、えー。どなたかいらっしゃいますでしょうか。はい。では長澤さん、えー、どなたへのご質問になりますでしょうか。じゃ黒崎候補に質問します。これやっぱりまあ金の問題が今回の選挙の大きな争点になると思うんですけれども、これあの。 裏金問題の議員ですね、あの捜査の過程で,です、ね、その裏金をスーツを買ったり、靴を買ったり、サウナの利用料に使ったという疑いが報道されている、これ、個人所得、これ、脱税だと私は思うんですが、これをですね税務署に相談して、税金を払うということはやらせませんか、はい、では、えー、ご回答の方一1分でお願いいたします。 はい、あの長妻候補のお話、ごもっともだと思います、もしそれが事実であれば、それはしっかりと司法当局によって制裁が下されるはずですし、そういった、まあ、処分が下されると思ってます、私自身も今回、政治と金の問題について、襟を正し、そして筋を通して、この国の政治家として、ふさわしい公家系の立場の人間が今回参議、衆議院議員選挙に出ていると。 その上で自民党は公認をしている比例重複をしているということになっておりますので、まあ、少なくとも自民党に関しましては今これからしっかりと皆さんにその民意をしっかり審判を受けて今選挙戦でとにかく皆さんからご理解をいただいて勝っていくことでそういった潔白が示されるものだというふうに信じております、はい、ありがとうございます。2つ目のののテーマはです、ね、日本の未来像とということになりますので そうですね、えー、ご質問ある方、はい石川、えー、さん、どなたへのご質問になりますでしょうかあ長妻さんにいいですか、30秒でお願いいたします、はいえー、先ほどの長妻さんのおっしゃってたことにちょっとかぶせて申し訳ないんですけれども、えっと、今回の選挙の争点、政治と金だとおっしゃっておりました、えー、しかしあの私たち国民、ちょっとょ正直どうでもいいんです。 どうでもいいなんか国民の気持ち、ちょっと分かってくれてないなって思いました、えっと、裏金議員、もちろん問題なので、早くもう処分をしてくれと、自民党内で処分をしてくれと、それよりももっと国民困ってるから、もっとそっちの方に議論を使っていただきたいと、えー、そう思っておりますありがとうございます。それではこちらのご質問いたしまして、長澤さん1分でお願いいたします、はい、私も冒頭申し上げたんですけども、裏金議員の問題というのは、これ、とんでもない。 脱税だと思うんですがこれは本質じゃなくて本質はですね皆さんから集めた税金や社会保険料をどこにいくら使うかこれが金が集まる分野に重点配分されるとこれ国民の皆さんの生活に大きな影響を及ぼす大問題だと思うんですね。だってその政治の大きなあお金これお金がないと政策はできませんからそれは国民の皆さんから集めた金を適切に 必要なところに投資する、これで国が良くなるわけですけれども、その投資がですね、金が集まる、集まらないで左右されるというのは、国民の皆さんの生活にも大きな影響を及ぼす、少子化対策も金が集まらないから後回し、非正規雇用格差対策も金がないから、集まらないから後回しになっている、非常にですね、こういうその本来の政治の基本的役割が歪められる、これ、正すことは国民の利益になると、こういう訴えをしています。 ありがとうございます。えー、それでは他にご質問はい。では、黒崎さん30秒でどのたにご質問になりますでしょうか。はい、長妻候補です。はい、お願いいたします。はい、問題を作欲にするこの政治を終わらせようと先ほどお話がありました。まあ、この地域では様々な問題課題があります。サンプラザの建て替え計画が頓挫したり、西部全属性の西武新宿線の連続立体交差事業が進まなかったり。 中曾根康は年金の問題や全国的な課題に対しては批判そして評論をされて追い詰められる姿をよく目にしてきました。中野杉並の発展のために何をされてきたのか具体的なお話を伺いたいと思います。それでは今の質問に対しまして一分間でご回答をお願いいたします、はい。このサンプラザの建て替えの問題もですね、これもまあサンプラザ自身を全く。 ゼロベースにししようというい話もありましたがサンプラザシティということでサンプラザの DNA を引き継いでできる限り税金をかけないでそして建て替えをしようと、まあ、こういうようなことで今成就してただ物価高の中でですね価格高騰ということで今一旦立ち止まって区役所としてはですね考えているそしてですね立体交差事業もずっとあの松本文明さんも含めて一緒に取り組んでまいりましたこれも一定の道筋がついてですね 今新井薬師ぐらいのところまではです、ね、工事が今、着々と進んでいます、今度はです、ね、野方、そして1号踏切、これをどうするかということで、一定の結論が今、出つつありますので、これも東京都と連動してです、ね、積極的に進めるということで、今、取り組んでいるところです。ありがとうございいますす、えー、それでではよろしいですか かしこまりました。はい、では、えー、第2テーマにつきましては、閉じさせていただきます、えー。ありがとうございました。それではですね、えー、最後に自由質問となります。これまでお話しいただいたテーマであっても、あるいは全く別のテーマでも構いません。他の候補者に聞きたいことを自由に質問してください。えー、それではですね、発言のある方は、挙手にてお願いをいたします。 はい、それでは、えー、石川さんどちらの候補者へのご質問になりますでしょうか。長妻候補に質問させていただきます。えっと教育の問題で、えー、立憲民主党さん教育費の無償化っていうのを掲げてられるかと思うんですけども、えっと参政党はえっとまあもちろん将来的に議論すべきことだと思ってはもちろんいるんですけども、えー、まずは今教育の問題。 教育の課題ってたくさんん他にもあると思うんですねえ例えば不登校の子どもたち今30万人いらっしゃいますえそして先生が足りない全国で2000人足りない担任の先生も500人足りないそういったところをまずは解決すべきではないかと思うんですけどもそういったところのお考えをお聞かせくださいそれでは長妻さん1分でご回答をお願いいたしますこれ我々もですね教育の無償化を段階的に進めるだけじゃなくて やっぱりです、ね、この先生がどんどん足りなくなりそして忙しくなっているそして公立のです、ね、小中の地盤沈下というのがあってこれお金のある人は私立にどん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 ん行っている、まあ、こういう非常に不公平な状況これも変えなきゃいけないということで公約に先生の増強質の向上を出していますそしてです、ね、教育の問題でも日本は3つの教育が先進国に比べて非常に足りないと思っています。有権者教育 人権教育宗教教育育宗当然宗教っいっても個別の宗教を教えるんでなくて宗教というのはどういうものかというものを教える教育です。カルトがはびこる国はそれが宗教リテラシーが育ってないイギリス失礼フランスと日本が、まあ、その典型なんです。そして人権教育が行き届いてない国は行き過ぎた自己責任論で声が上げにくい国になると。 有権者教育も行き届いてない、投票率が低迷している。これを変えるとセットで提言しています。ありがとうございます、えー。教育についてお話をいただきました。えー、では他に、えー、自由設問ということで、えあのご質問ある方挙手にてお願いいたします。はい、どなたか候補者の方あ,ありがとうございますいま。どなたへのご質問になりますでしょうか。えっと一人に絞れないんですけど、絞らないとダメ。 えっとまずは絞っていただくような形でいただけると一緒、はい、に一応えっと黒崎さんと長妻さんへ言いたい話なんで、はい、まああの回答はどちらがされてもいいんですけどもあの三十秒でえっと、はい、どどちらにどちらの候補に行きましょうかどちらにしましょうかいやな長妻さんで大丈夫ですはいでは三十秒でお願いいたします、はい、あの政治活動用ポスターっていうのは本来まあ選挙期間中は取り外す必要があると思うんですけども。 まあ現状、黒崎さんと長妻さんのポスターは町中に正直貼られています。私と石川さんは正々堂々と戦っているんですけれども、選挙のルールを守っていないという認識はありますでしょうか、それともルール内で収めているというのであれば納得できる理由を教えていただきたいです。それれれでではは長澤さんん分間でご回答をお願いいいたししまますこれはです、ねまあ、不公平という話ががあるかもしれませんが 無所属で出られている方と政党公認で出られている方でですね対応が違うんですね。で今街中に貼っているポスターには彰子が全部ついてます。で1000枚の彰子をですね選挙の時に選管からいただいてそれを彰子をつけたポスターについては1000枚以内であれば選挙区内に貼れると政党公認の場合ですねそういうルールがあります。 あのただですねおっしゃってる意味は無所属の方っていうのはそれができないんですね。ですから非常にその無所属に不利な今、選挙制度になってるんでこれは他の海外に比べても非常に不利なんでですね供託金の問題とかこれはその立候補のハードルを低くするということは我々も考えてますし、えー、立候補する年齢もですね我々は二十歳から衆議院立候補できるようにしようというようなことも考えてハードルを低くするということも提言をしております。 関連してということでございます。あ、関連なんですけども。はい。えっとあの、ちょっとあの申し訳ません。え、ちょっと順番でやらせていただければと思います申し訳ありません。はい。えー、それではあの他の候補の方、えー、質問ですね。まだされてない方、えー、では、えー、そうです。黒崎さん、長妻さんまだされてない。あ、はい。では黒崎さんお願いいたします。どの対のご質問になりますでしょうか。はい。長妻候補です。はい。 長妻候補は選挙候補において金に汚い政治を下らせるパーティー券含め企業団体献金を禁止すると明記されています当時の幹事長だった岡田さんや選対委員長の大口さんはパーティーの全面禁止の法律を提出しながらパーティー開催を予定されていらっしゃいました党の代表代行である長妻候補が本党の前所属議員に対して公約通りパーティーを禁止されるおつもりはありますかイエスかノーでお答えをだきたいと思います ありがとうございますそれでは今のご質問につきまして1分間でご回答をお願いいたしますこれ我々はまあ再三再始説明しているんですけれどもこのパーティーの企業団体献金パーティー含むですねまあ、禁止ということを法律で国会に出してますその法律をきちっと成立させるということが我々の願目で ありましてその前にはですねそれぞれの議員の判断でですね一定のことはできるとまあ、こういうふうに考えてますただですね幹部についてはもう政治資金パーティーはしないと いう申しし合わせをしているところでありますこれやっぱりイコールフッティングの原則ということでやっぱり対立している候補者の中で、まあ、自民党はもう企業団体献金パーティーもですね相当な金額桁が違うようなお金を集めているその中で、えー、全ての国会議員が同じルールで企業団体献金禁止そしてパーティー含むこれを実現をするということがですね望ましいというふうに考えています。 はい、ありがとうございます。申し訳保証お待ちください。すみません。かしこまりました。えー、えー、と、ちょっと盛り上がってまいりましたので、えー、もう少し時間を取りたいなというところでございます。まずちょっと一週目ですね。あの長妻さんの方からどなたか候補の方に、えー、ご質問等ございますでしょうか。はい、そうですね、黒崎さんに。はい。質問していきたい。それでは30秒でお願いいたします。はい これ30年前のリクルート事件、あの時の政治改革の議論、まあ、自民党もコミットしたのを覚えておられると思うんですが、これ、企業団体献金を禁止する、えー、規制する、えー、その引き換えに政党助成金をもらえるということにしたはずなんですが、これ、企業団体献金禁止については、なぜやらないんでしょう。それでは、えー、今のご質問につきまして、1分間でご回答をお願いいたします。 はいまず30年前私は16歳でしたなのですいませんその当時有権者ではなかったということも言い訳ではないんですけどもちょっと実感はなかったですただ確かコーヒー1杯で政治に参加しろというような確かお話でし 正当調整金が出ててきたと思ってますで今お話の企業団体献金禁止に関してですけどもこの国はまあ個人献金もそして企業献金も今法律の中でその範囲の中でしっかりと運用をまず果たしていかなければいけないというのが大前提にあります。政治資金の不記載問題やそして 今回起こしている自民党の問題は言語道断であると思っていますその上でどういったハードルがいいのかということは今国会で議論をされてきたと思います新しい政治資金規制法をしっかりまずは運用する中で今の時代にふさわしいことが何なのか第三者機関を含めた格好で監査を含めてオープンで透明性のあるそういった政治資金をしっかり管理してまずは回してやってみる PDCA を回してもらいたいと思います はい、ありがとうございます、えー、それではですね。あのこの自由質問につきましては、一周を予定しておったんですけれども、もあの少し時間にも余裕があるということでございますので、えまあ、盛り上がっても参りましたので、あの2週目に参りたいと思います引き続きですね。あのご質問のある方、挙手にてあ賢いそしたらすいません。ちょっと早かったので、黒崎さんからどなたへのご質問になりますでしょうか、はい。長妻候補であります、はい。30秒でお願いいたします。<laughs> はい、先ほど2つ目のこの地域の課題という問題でご質問そしてご回答いただきました。 900億円サンプラザ追加負担がかかるとということであります私は国会に行って、自民党に行って、500億円、何とかできるような方策を実現策として持ってこようと思って、皆さんに今、街頭で訴えてますが、長瀬松候補は、この前に進めなきゃいけない900億円をどのように手当てされて、この中野の駅前にある、象徴の中野の開発を進めていくのか、どう考えられているのか、ぜひお聞きしたいと思います。それでは、えー、ご回答の方を1分間でお願いいたします。 これ今おっしゃるようにです、ね、この物価高騰などで、まあ、経費が高止まりしてこの計画が今ね今一旦止まっているとこういううに認識してますまずはです、ね、そのコストの高くなったものを精査して本当にそのコストを圧縮できないのかどうかっていうのを厳密にチェックするということをしなきゃいけないしじゃあそのコストが高くなった時にいろんな選択肢があると思うんですね。そのコストを調達していく あるいは設計を変更して一定程度ですねそのコスト内に収めることができるかできないかをチェックするなどなどですねこれ住民の方とも基本的には意思疎通をしながらそして区議会等そして国と連動してですね取り組むべき問題だというふうに思っておりますのでこれはあの精力的に私もですね仮に当選させていただければやっていきたいというふうに思ってます。 はい、ありがとうございます。えー、それでは、えー、そうで先ほどもてあっておりました、えー、石川さんよりどなたへのご質問になりますでしょうか。長妻まこほに、えー、質問をさせて。三十、はい、秒でお願いいたします。はい、えっと先ほどあの政権交代という、えー、ワードが出てたかなと思うんですけども、えっとまあ今代表の方、えー、野田さんだと思います。で、あの民主党政権時代、えー、野田さんが、えー、なんか急に消費税十パーセントに上げるってなんか。 今までそんなこと言ってたのにいきなり言い出したちょっとトラウマがあるんですね私たち国民で政権交代したときにまた野田さん消費税15%にするんじゃないかもうそんなちょっと恐怖があって、えー、その辺ちょっとお考えをお聞かせいただきたいですありがとうございますそれでは一、えー、分間でご回答をお願いいたしますそうですねあの我々政権交代と言ったときにかつての民主党政権、えー、こういうようなことにならないのかと。 いうようなご指摘というのはあると思うんです、まあ、私たちはです、ねえー、あの時の教訓をです、ね、胸に刻んでそして、えー、あの時のです、ね、問題点を下野した後です、ね、各議員が議論してレポートにまとめて今ホームページに出していますやはり意思決定の仕方をおっしゃったようなあるいは党内ガバナンスつまり一回決まったことについてもまたガタガタ揉めてですね 与党でももあるのに分裂してしてまったととここれはもう言いい訳でできないことですですから今、立憲民主党は、ですね中で一回決まればそこに従う、そして意思決定も透明性を高めていくというようなことでもう皆さんのところにも、です、ね、なんかガタガタ揉めてるとか、そういう話は、そういうような報道も出ていないと承知しておりますので、今度はきちっと安定的にですね、まあ、政権を担うという自信はあります。 ありがとうございます。えー、それでは、えー、まだご質問されていない方で、えー、大丈夫ですか、はい、長妻さんはいかがでしょうか追加でご質問とはよろしいでしょうか、はい、ありがとうございます、えー、皆様ありがとうございました、えー、大変名残惜しいで、えー、ところではございますが、えーまあ、あのちょっと2週目もさせていただきましてそろそろ閉会の時間が近づいてまいりました、えー、最後にですね視聴者の皆様にお伝えしたいことを 自由にお話しいただければと思います時間はお一人2分でお願いいたします最初に石川芽子さんお願いいたします視聴者の方にお伝えしたいことを最後に2分間お願いいたします はい、えー。まずは、えー、これまでの、えー、日本を、えー、作っていただいたご先祖の皆様、そして日本の高度成長期を支えてくださった高齢者の皆様、本当にありがとうございます。えー、感謝を申し上げます。えー、皆様から見て、えー、私たち、えー、私、石川芽衣子、えー ちょっと若すぎるんじゃないかと頼りないんじゃないかと思われるかもしれません。しかし私も皆様と同じ DNA を受け継いでおります。どうか若い力に若い力にこれからの日本これからの日本を任せていただけないでしょうか。そして今私と同世代の同世代の皆様そしてお子さんを持つお父さんお母さん。 え皆様今本当に苦しいと思います。本当に苦しいとも先が見えない中で、先が見えない中で子供たちの未来どうしようって多分皆さん思われているんじゃないでしょうか。でもどうか諦めないでいただきたいんです。私たちが諦めてしまうと子供たちの未来作れなくなってしまいます。私たちがこれ、今の日本、今の日本を作っていくとどうか一緒に作っていただきたいと思っております。 えー、そして若者の皆様、えー、皆様、今、受験とか就職とか、社会人初めてなって、ちょっと絶望に思ってるかもしれません、まあ、受験とかで頭がいっぱいかもしれません、しかし、ちょっとだけ、ちょっとだけ足を止めていただいて、日本のこと、政治のこと、考えていただきたいんです、考えていただきたい、えー、これからの日本を作っていくのは、えー、君たち、若者です。 どうか、えー、日本を諦めないで。日本は諦めないでいただきたい。えー、私、石川明子から、えー、皆様にお願いです。えー、そして、どうか、えー、投票に行っていただきたい。投票に行っていただきたいです。えー、S. N. S. で、いくら文句言っても、変わらないんですよ。何も。どうか投票に行って、皆様の声、国会に、国会議員に届けていただきたいと、お願い申し上げます。ありがとうございました。 えー、次は黒崎祐一さん、えー、2分間でお願いいたします、はい、私も石川候補と同じ、若い世代がこの国の未来を切り開いていかなきゃいけない、その責任感に燃えています、そして40代、私たち現役世代、働き盛り、無理がきく、そしていろんなものをこう実現できる年齢であります、就職氷河期で私は社会に出ました。 さまざまな環境がある中で、頑張った人が報われることができづらい。そして、そういった環境に手に入らない方々も多く私たちの年齢以降はいます。そういったことがないように、頑張った人が報われる社会にしていくために、今回私は立候補をしています。そして、次の世代に引き継ぐ責任を果たすのが我々40代なんです。石川さんのような20代、そして30代の皆さんに、あ、ごめんなさい。30、あ、ごめんなさい。 20代30代次の世代にどうこの国の枠組みを変えていくのか。 そしてそれをデジタルを使ってスピードでオープンでさまざまな私たちがイノベーションを生み出してきている民間企業においてその経験や実績をどうか黒崎市に寄せてくださいそしてこの国の未来を皆さんと一緒に変えていくそういったイノベーションな波を起こしていかなければこの国は良くなりません社会保障制度しっかり少子高齢化人口減少さまざまな課題外交安全保障もそうですもう待ってられません逃げてられませんこの国を前に引っ っ,張っていくには私たちちがが立ち上がららなななければならないどうか黒崎祐一にその責任を果たさせてくださいそして皆さんチームワークラグビーをやってきた突破力私が突破をします皆さんの思いを寄せていただいてそしてこの中の杉並みからこの国を前に進めていくその原動力として最前線に送ってください私はチャレンジャーですやりきりますどうか皆さん力を貸していただいてこの国を前に進めていきましょうよろしくお願いします黒崎祐一頑張ります ありがとうございます。では次は石倉浩次郎さん二分でお願いいたします。はい。数十年後に生きていない年配のまあ政治家たちがですね、目先の金と50年後の未来を天秤にかけた時きにどちらを選ぶのかということを今一度まあ確かめてまあ考えてほしいなと思います。私自身今回の選挙まあ全財産投資してやっている形になっているんですけども、まあ。 それだけのの思思いいいいいでで世の中を変えたいという思いでやっています、まあ、勉強不足な側面は多々見られたかもしれませんがそれは今から必死に勉強して積み上げていきたいと思っています最後にこれを見ている10代20代そして30代の方に私は言いたいことがあります若者の強みは何だとまだ人生長いやり直しが効くと追随者になんなと。挑戦者であれ 私は挑戦者として大きな組織に立ち向かう決心をしています。以上です。ありがとうございます。それでは続きまして長妻明さん二分間でお願いいたします。まあ私はあの心がけていますのは政治家の仕事というのは空気を読むのではなくて空気を作ることであると同調圧力を破ち打ち破ってですね正しいと信じる道をですねひたすら 突き進むそして共感を得て世の中を変えていくことだと思っておりますそういうですね、えー、突破力というかそういう力をもう一度政治に取り戻したいで、今ですね若い人たちはあど,んど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 ん賃金が上がる時代じゃありません私たちが若い時はもう必ず給料上がりますもう10年後は相当上がってますだから将来の心配なんかしないでもよかったんです 今は違うしかし、給付金で一生安定した暮らしができるわけない、やっぱり10年後を見据えて本当にこれは有望な仕事だというのをです、ね、どん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 産業を育てないといけないんですね、日本は。他の国はもう政府が産業界と一緒になって、国主導でどんどん新しい産業を育ててます。まあ、GAFA 含めて、中国含めて、どんどんやられてます。今やスマホの部品メーカー国家とも言われ、デジタル古作国家とも言われてます。 やっぱりですね人への投資をもっと徹底的にやらないと日本はダメになるというふうに思ってます。リスキリング・リカレント教育これも最低レベルなんですね経費がフランス、ドイツの数十分の1です職業訓練にかけるお金は、まあ、そういうものを増強すると同時に非正規雇用という働き方これはですね正社員化するヨーロッパはそうなってます。 非正規雇用と正社員と結婚率が倍違うということもあるし、給料も上がらない、これがです、ね、日本の労働生産性を下げている一つの理由になってます。ぜひですね、えー、新しい政権を作って、働き方、そしてリスキリング、リカレント教育、人への投資を徹底的にやると同時に、国が主導して新しい産業を打ち立てる、ぜひよろしくお願いします。 ありがとうございました、えー、皆様、本日はですね、クロストークで普段と違うところ、またですね盛り上がったところもあったかと思いますが、誠実に誠意を持ってお答えいただきまして、誠にありがとうございました。これにてですね、皆様との討論会を閉じさせていただきたいと思います。ありがとうございました、えー、本日は年第50回衆議院 委員選挙ネット討論会をご視聴いただいた皆様、そして選挙戦のお忙しい中、ご参加いただいた候補者の皆様、誠にありがとうございました。冒頭申し訳ございません、私の,です、ね、あの緊張のあまり、進行に支障をきたしまして、大変失礼をいたしました、この場を借りてお詫び申し上げます。今回の討論会実施にあたり、候補者の皆様には事前に質問票をお送りし、視聴者の皆様が政策を比較できるように一覧にしております。 概要欄にリンクがございますのでぜひご覧くださいませまた公開討論会は我々有権者にとって政策主張人柄を知れる数少ない機会でありすべての選挙で実施されることを願っております皆様のご意見もぜひお伺いしたいのでアンケートにご協力のほどよろしくお願いいたしますアンケートのリンクは概要欄に記載しております 衆議院選挙は10月27日日曜日投開票でございます。皆様、ぜひですねあの、本討論会をきっかけに投票所に足を運んでいただければ幸いでございます。本日は誠にありがとうございました。